皆さん、お疲れ様です。スターライトと申します。はい、今回なんですけれども、やっぱりね、連合戦の、イベントがね、来る前に、まあ、ガチャガチャが来るんじゃないかな、というところの、皆さん予想もされておったと思うんですけれども、まあ、来ましたと。はい、来ましたと。いうところで、ちょっと見ていきましょう。はい、連合対抗戦ガチャという、まあ、そのままのシンプルな、ガチャガチャの名前になってるんですけど、今回は新キャラ、銀背景ですね。三つとも銀背景のキャラになってるんですけれども、まずは前衛の攻撃型のキャラとして、銀背景の、ライナー、うん、まあ、来てますね。まあ、これも緑特攻っていうところで、無背景とか、その辺のキャラよりは、その、特攻の、なんちゅうとか、倍率、うん、が高くなってるんで、うん。イベントでは、もってこいのキャラにはなってるんかな、というところで、まあ、ライナー、好きという方も結構いらっしゃるでしょうし、まあ、自分も最近結構好きか、うん。いうような感じ。で、あとの2名が後衛キャラとなってるんですけど、まあ、これね、属性が PVP 属体制かな、うん、になってるんですけど、もうこの子が割と、うん、スキル的には攻撃がアップしたりだとか、まあ、要はその攻撃型のキャラに対しての支援スキルが結構強力なんで、まあ、普通の金背景リヴァイとか、霊装リヴァイとか、あの辺の、底上げには結構いいんじゃないかなと、いうような感じで、この辺も狙っていきたいなというところ。で、まあ、ベルトルトも、まあ、緑耐性のキャラというところで、まあ、軸走しているというような感じになってるんですけども、まあ、鎧と、獣と超大型と、まあ、巨人たちが、まあ、来てるんで、今回、またね、これ、100連分貯めれてたらよかったんですけど、まあ、まあ、石1万個、うん、ぐらいはあるんで、まあまあ、100連いかないですけど、90連ぐらいはできるんで、まあ、1万個、うん、使ってというか、持って、この子らを、狙っていきたいなと思います。まあ、出方によっちゃ途中で撤退っていうのはもちろんあるんですけど、まあちょっと様子見ながらね、やっていきたいなと思います。できれば後衛キャラ欲しい。うん。前衛キャラに関しては、まあぼちぼち育ってきてるし、まあ枠的にも結構いっぱいになってきてるんで、あとは後衛キャラっていうところの背景キャラが欲しいかなと。ああいうような個人的な思いでちょっと行こうかなと思います。ただまあその、あれやね、ライナー、うん。とりあえず欲しいよね。まあまあ、言ってね。うん。で、ちょっとこれ秘策があって、ちょっと最近、これちょっと勝手に言っていいのかどうかわかんないですけど、最近ツイッターフォローさせていただいた、方で、ブレオダの動画出されてる方が、いるんですけども、まあその方に、教えてもらったんで、それ行こうかなと思います。合言葉ですよね、これね。ライナー、出ろと。レイン処理、うん、さあ、行くか。まあまあ、まあまあ、初っ端なんでね。まあ、全然大丈夫。うん、大丈夫、大丈夫。最後。まあ、この演出やとちょっと厳しいよね、さすがに。うん。まあまあ、一発目なんでね。問題ない、問題ない。準備運動から始めよう。何事も準備運動からが大事。はい、行こう。これが、ラストかな。はい。初回10連目に関しては、まあまあまあ残念な結果。かなり残念な結果。ただね、ブレオダのガチャガチャに関しては、割と、あんまり負けてない。うん。まあミカサがおると。さあ、ここまで巨人化してくれると、ピックアップ。なるほど。うん。おそらくは星用のキャラは1枚は出るんだろうけれども、背景なしのキャラがおそらく出るんちゃうかなっていう予想。まあ見ていこう。ああ、なるほどね。お掃除、エレンかな。まあ、いいよ、いいよ。全然。ただ、そろそろ欲しい。30ぐらい目。行こう。またここで一人ぼっちに戻ってしまうと。これね、アルミンあたりまで出てきてくれたらね、結構熱いんですけどね。まあまあ、これもちょっと厳しい演出よね。よう、出るな。はい。まあ、さすがにこの演出で金とか出んでしょうね。うん。うん。はい。まあ、つうわけで、今何 ?1、2、3、40連目までいったんかな。ん?ちょっと待って。うん。30連か。
30連やね、今ので、ね。うん。次が40連目なのか。ちょっと間違って、もうごっちゃになってます。はい。うん。おちょっと怪しいぞ。非常に怪しいぞ。これ。大丈夫？さあ。まあ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 、まあ。これは厳しい。ちょっと厳しい戦いが続いてるんですけど、まあ、ガチャガチャってやっぱね、こう、すんなり出ない。うん。そんなもんなんですよね。厳しい戦いしかないんで。ただし、諦めないものが勝つ。うん。さあ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 。さあ、行こうか。うん。ん？来ないぞ。さて。この辺に関しては、もう、ちょっと、きついよね。うん、はい。3枚目。4枚目。5枚目。6。7。8。はいはい。9。10と。まあ、一応、サッシャ出たけど、まあ、これも、ログインのあれで交換できたよね。ちょっと一旦戻ろう。はい。で、気を取り直し。あと、だから、何ぼ40連かな？あと、うん。あと40連いけるんで。まだ4発もあるからね。はい。ちょっと一人ぼっちが過ぎひんか？大丈夫？もうちょっと呼んでこようぜ、仲間。さあ。ああ、一応、行ったね。ってことは、一人は、ピックアップ、もしくは背景キャラが出るよね、きっとね。さあ、誰？まだ？はい。次ぐらい？違う。次やね。ああ、ありがとうございます。ライナー。ライナー一応。ライナー一応ゲットしたんですけど、できればジークとかが欲しい。うん。オッケーっすね。あと残り40連だったから、50連目か ?50 連目になるかな一応ライナーゲット。ありがとうございます。まあ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 、まあ。いいよ。さあ、もう、ちょっと、行こうか。うん、やっぱこれ一人でも変身というか、その巨人化すれば、一応ね、出るんだねっていうようなところ。うん。まあこれはダメ。2枚目。3枚目。4枚目。5枚目。6。7。8。9。はい、ラストと。ねえ、よし。あと、20連やね。この20連で、うん、ジークが出たらもういい。全然満足。最後。いや、チャンスよ。できれば、一人二人連れてきてほしいんですよね。OK。A、3。4。5。6。7。8。9。ラストと。というところで。追い込まれたね。結局ここまで来ちゃったって感じなんですけど、ラスト10連。頼む。お願い。まあ、一人か。ちょっと一人はきついな。さすがに。さあ、ちょっとわずかな望みをかけて、巨人化に。俺しない。はい。しないか。まあまあ。はい。3。4。5。6。7。8。9。ラストというような感じで、まあ、しゃーないけどな。とりあえず、今回は、90連ね、結局ね。うん。して、ライナーだけ一応ゲットできたんですけど、まあ、どっちかっていうと、光栄キャラが欲しかったかなっていうのはあって、その中でも、どっちかっていうと、ジーク、うん、を狙い目で言ってたんですけども、まあ、共に出なかったと。
いうところであるんですけど、まあ、一応ライナー出たんで、まあ、完全爆死ではないかなと。まあ、言い聞かせとこう。まあ、もうちょい、弾けるとは思うんで、もしかしたらもうちょっと多いかもしれないし、まあ、なんならライナー、その、今もちょっとその、課金パックではあるんですけど、その、選べたりも、前回の、それがね、銀背景の、キャラが選べたりしてるんで、そういった意味では今後選べる可能性もあるんですけど、まあ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 、いいでしょ。いいでしょ。っていうようなところで。まあ、ぼちぼちね、育成して、イベントまでには間に合えばいいんですけど、まあ間に合わすような感じで頑張っていきたいなと思います。はい、というわけで、今回の動画はこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。